この角度もやばいな。なかなか。ここ混むからね。田舎やな、田舎。あの高架すごいぞ。2階道路や、2階道路。ジャンクションか、あれは。ブイスト650あたり。カーダに到着。多分案内板あると思うんやけどな。左方向300m 先、左方向。ここ？え？こんな道？嘘つけよ。こんな道なわけないだろう。また嘘つかれたね、これ。またこれ嘘かよ。ナビよ。ナビオ阪急3階。ナビの張ったりには参るな、これ。なんか地元民のルートを案内されるからな、これ。このナビ。あ、そうそう、あそこあそこ。ここから入ればいいんだよ。こっから入るんだよ。じゃあ廃墟やないかい。こんなんやったっけな。全く覚えていない。ここなんか釣りできそうやな。ここ。まあでもいないんやろな。釣れそうやけど釣れないと思う多分。前釣った時はアメフラシが釣れなかったからな。バカバカしい。うっす。なんやねこれ。その魚おるか見るか。これ絶対おらんからな。ここ見てくれ。俺透明度はあるけど魚全然おらん。しかもゴミとかめっちゃあるし。前来たってこうクラゲしかおらんかったからね。なんかやばいの浮いとるぞ。ヘドロ、ブロブみたいなの浮いとるぞ。ブロブ。日の通行止めになってるやん。何？通行止めになってる。と行ってみるか。これいけるだろう。ああ、
これいけるだろう。へえ、なるほどな。おおおおおお、崩れてるわ。バイクやったら普通に通れるぞこれ。バイクなら余裕で入れますね。でも入ったら怒られるんやろな。なんか階層が打ち上がってるぞ。ほう、せっかく行こうと思ったけど行き止まりか。通行止めとはな。めんどくせ。加田漁港、船難やな。こっから海沿いを進んでいく。ちょうど夕焼け、日暮れになっててかっこいいな。やっぱこのルートは結構いいっすね。結構いいんですけど、やっぱ和歌山側から行くよりは大阪側から行った方が楽しめるな。楽しめるというか、やっぱ道がね、和歌山側から行ったら7号線というクソ混雑する細い道があるんで、そこ通ると厄介だし、高速有料キック間使うほどでもないからな、このルート。海の匂いする。バイク多いな今日は。晴れてるからね。このルート楽しいよ結構。ただ風の強い日は波しぶきが飛んでくるからバイク痛むからな。こっから大阪府ね。なんか住宅地やぞ。まんま。おお、すごい。ドキュンが。トットパークか。このルート楽しいなマジで。見晴らし最高やし。はい、
のルートやばいな。こう南大阪でも有数のツーリングルートやろ。めちゃくちゃええやん。ただ交通量が多いからね、土日は。交通量が多いとやっぱ詰まるからな、前が。富家港か。富家港駅、懐かしいな、富家港。おう、太陽が、太陽太陽。太陽があるとマシやな。合流合流。後ろ見えへんな。おーし、関空が見える。関空、あの辺が関空かな。違うっけ。あそこがあれか、あれオービスやったっけ。違ったっけ。あ、これオービスやったっけ。これ違うっけ。あ、オービスやね。